次に2番、久竹圭司君の一般質問の発言を許可します。はい、2番、久竹圭司君。皆さんお疲れのところ議長の休暇をいただきましたので、一般質問を行いますが、今のうちにですね、答弁書を添削していただいて、僕の聞いたことに関してのみ簡潔にお答えをいただきたいと思います。1番の水道民営化法について問います。これは何番議員12番の山崎議員がですね、かなり詳しく聞きましたので、質疑等で井野町は民営化ないというふうに聞いたようにも思いますが、町の考え方はということ、いわゆる、これ、町民の方からですね、やっぱり井野はどうなるかでというような心配の質問もいただいておりましたので、お答えいただきたいと思います。井野水道料金の今後は、例えば今我々議員が知っているのは平成30年ではなく2030年に井野町の人口が、1万6千人台まで落ちるという県の、目論見の試算があるわけですけれども、その時にですね、大体いくらになるのかなと、かかった分をみんなで割っていくわけだから、これは事前に通告してましたので、その時の金額概算で結構でございます。で、現在の職員数はという質問なんですけども、これも事前に、お願いしましたけども、2554万5000円の、職員と臨時職員、そして、外部委託ですか、検診の金額についてお答えをいただいたら結構でございます。債権管理課の2番です、通告の2番、債権管理課の設置については、これは質疑討論、ごめんなさい、もとへ質疑、そして委員会での執行部からの説明を了として、異は削除します、撤回します。の企業会計を含めないか、これについては質疑でも僕は質問しましたけれども、やはり滞納される方はやっぱり重なっている場合が多いわけですよ。その時に、病院なんかも含め、水道なんかも含めてですよね、それぞれに5000円払う、1万払う、5000円ずつ払っていく、最後に税務が来て、あなたの給料はこれぐらいだから月4万払いなさいとなった場合にでは、収入に対する支払い額がやはり増大しすぎてしまう、結果的に約束を守れなくなってしまうという恐れがありますので、債権型の債権管理課を設置するわけでございますから、今すぐにとは言いませんけれども、やはり病院、水道などの企業会計も含めていく、でその中で質疑で答弁は、システムのオンラインができないと、システムのオンラインする必要も僕はないと思いますよ。滞納者がそんなにどっさりおるわけでもないし、紙ベースで、これだけのものがあると、要するにこの債権管理課が把握しておればですよ、その時に考慮して、月々のお支払いをお約束いただいたらええわけですから、そこについてお伺いをします。それとですね、そもそもの滞納者を出さない政策、これにはですよ、カードの機械を置いたらいいじゃないですか。置いてるとこもありますよ。そしたら支払ったものは後でリボ払いで分割で払ってもいいじゃないですか。それはご自由だから。で、帳の債務はなくなるわけでしょう。で、僕はここで聞こうとしたのは、費用はいくらとね、カードは確かに 5%、 最大で 5% 手数料取られますよ。でも自治体だったら 3.8 とか低いと思いますよ。
で、これは3番の仁淀病院にも同じ質問をしています。カード決済を導入しませんかと。しませんかとは書いてません。導入はと書いてます。この未払い金が発生しているわけですけれども、徴収はどのように行っているかと。で、その費用はどのくらいかと。まあ、集金人のですよね、費用がどれぐらいかかっているのと。いうことになるんですけども、こちらもですね、例えば急な病気になって入院してたと、一時的には用払わんと、でもカードなら払えるという形のもので 100% 入れてもらったら、未払い金って発生しませんよ。医療センターにしろ、国立病院にしろ、公営の病院も入れてますよ。カードの導入に際しては、そんなに初期費用はいりません。入れない理由はわからないんだけども、そしてですね、4番目の町の YouTube 動画について質問をさせていただきます。この質問はですね、昨年の9月に僕がさせていただいておりました。その別府市の YouTube 動画について、紹介をさせていただいて、池田町長からは、YouTube については有効な宣伝手段であり、情報を町内で共有していく、町内に発想豊かな職員もいると、見てもらえる動画の作成に向け、商工会、観光協会とも協力して、いの町のふるさと納税増収、いの町の PR に努めていくという答弁をいただいておりましたが、それを受けて成果はありましたか、いチャンネル登録者を増やす施策はどのように行っていますか、担当は置いていますか、業者に任せているなら管理費はいくらですか、以上1回目の質問を終わります。池田町長。2番、久武議員よりご質問のありました、通告主題1、水道民営化法案について等につきましてお答えいたします。まず質問要点、町の考えはについてでございますが、今国会で皆さんご承知のとおり、水道法の一部改正の概要で、水需要の減少等により、その水道の基盤を強化するため、所要の措置を講ずるということで、民営化のお話が出てきました、これは、コンセッション方式が可能となるということでございます。いの町としましては、これまで同様に町が事業主体となり、水道事業経営の安定的な継続と安心、安全な水道水の供給を図り、かつ黒字経営を継続しつつ、使用者の皆様への負担も極力少ない料金設定での経営を続けてまいりたいと、現時点で考えているところでございます。次に質問要点、E、水道料金の今後はについてでございますが、議員おっしゃられましたように、2030年度の人口予測についてでございます。2030年度の人口予測は、これは社人権の人口予測によりますと、18,628人と予測しておりますが、人口減少に伴う収入不足を補うために、2031年度に改定が必要となると予測しております。その際には、今回改定した料金の 35% アップ。の約3200円程度になると試算が出ているものでございます。次に、現在の職員数についてでございます。現在、上下水道課の水道事業に従事する職員は、正職員5名、再任用職員1名、臨時職員2名で、このうち正職員2名が、下水道事業と再任用職員は土木事業と兼務となっておりまして、護北総合支所、また本河総合支所でも、各1名が水道事業に従事しておりますが、各総合支所での事業との兼務となっております。検診業務を委託している検診員数は、伊野地区15名、護北地区7名、本河地区1名となっているところでございます。私からは以上でございます。その他の項目につきましては、担当課長より、答弁させていただきます。土井総務課長。2番、久武議員より、ご質問いただきました、通告主題に、債権管理課設置について、
2点ご質問がございました。まず1点目でございますが、企業会計も含めないのかといったご質問でございました。企業会計につきましては今回、業務移管の、債権管理課への業務移管の中には、入っておりませんが、債権管理課の設置による、情報の一元化や、連携によるですね、対応によりまして、上水道、病院会計ともですね、徴収困難事例の対応につきましては、当然のことながら連携し、債権、生活債権型の、徴収といった部分でですね、取り組んでいきたいと考えているところでございます。今後につきましては、より良い債権管理の在り方について引き続き検討させていただくとともに、今回の、外れました業務につきましてもですね、移管を含めまして、協議、させていただきます。次に2点目でございます。カード決済の導入はどうかということでございますが、納付環境の拡大を図ることにより、住民の皆様方の利便性向上に寄与するものと考えておりますし、当然未払いの部分といったものも圧縮されるというふうに考えております。現在高知県内におきましては、奈半利町で固定資産税につきまして導入されているとお聞きしているところでございます。こちらの中ではカード決済時に自治体の負担といったものも聞こえてきますが、ここの部分というよりは納税額に応じまして納税者側にも負担が伴ってまいりますということでお聞きしております。でこちらの部分につきまして導入の可否については慎重に判断すべき理由があるかと思いますので、今後におきましてはですね、カード決済のみならずコンビニでの納付も含めまして多様なその納付環境の構築といった部分、住民の皆様の利便性の観点から導入につきましてですね、導入の可否につきまして町内で具体的に検討させていただきたいと思いますのでお願いいたします。以上でございます。池田乳道病院事務長補佐。2番久崎議員の通告次第3、仁淀病院につきまして、ご答弁いたします。まず、異未払い金の徴収はどのように、行っているその費用はいくらのご質問につきましては、現在、仁淀病院では未払い金がございませんので、それに対する徴収の費用も発生しておりません。カード決済の導入につきましては、クレジットカードは決済も便利ですし、ただデメリットとしては手数料がかかるということがあります。現在仁淀病院では徴収としての費用もかかっておりませんし未払い金がないですが、ただ導入メリットは患者さんの利便性というのもありますので、今はすぐには導入ということは考えておりませんが考慮に入れていきたいと思っております。以上になります。続い総合政策課長。2番久時議員からの通告次第4、町の YouTube 動画についてのご質問にお答えをいたします。質問要点は成果はあったかについてでございます。現在いの町のホームページに掲載しておりますYouTube 動画につきましては、地方創生交付金を活用し、菊池学園のドキュメンタリー映画制作会社に依頼して、ドキュメンタリー映画の映像を編集して、PR 動画を作成したものです。12本の PR 動画の合計再生回数は約9000回となっております。また、県外のメディアから、公開した動画の二次利用申請が2件ございまして、テレビ番組や航空機の機内放送番組の一部として利用され、町の魅力発信が行われております。次に、要点 E、
チャンネル登録者を増やす施策はどのように行っているかについてでございますが、新たな動画を次々と制作して、公開するといった方法により、チャンネル登録者を増やす施策は現在のところはできておりません。公開しております PR 動画につきましては、教育特使の菊池正蔵氏が全国で講演活動をされる際や、教育委員会の担当者が菊池学園の取り組みをプレゼンする際、そして県外の移住フェアなどで活用をしております。また、本年度より情報発信プロジェクトチームを設置いたしまして、いの町の情報発信について協議を行っているところでございます。いの町の広報で移住者の声や観光情報など、今までとは違った視点で記事を作成し、発信を始めたほか、12月1日からは、いの町の公式インスタグラムを開設し、いの町の魅力発信を行っているところでございます。今後につきましては、スピーディーな発信が可能なインスタグラムを中心に、情報発信を行っていく予定でございますが、情報発信プロジェクトチームにおきまして、YouTube 動画の作成などにつきましても、今後検討してまいりたいと存じます。次に、要点う、担当は置いているかについてでございますが、町公式ホームページの管理は総合政策課で担当しており、現在掲載している PR 動画の内容や、二次利用申請などについては、教育委員会事務局が行っております。現在のところ、新たな動画を公開するといったことが予定されておりませんので、YouTube 動画の運用につきましての担当者は現在配置をしておりません。最後に、業者に任せているなら管理費はにつきましては、YouTube 動画の管理は委託しておりませんので、委託費の支払いはございません。以上でございます。2番、久竹圭司君。簡潔明快な答弁ありがとうございました。通告主題4番の町の YouTube 動画について、総合政策課長が答弁をくれました。課長も出られてましたね、動画内にね。見せていただきましたよ。で、管理をされているのは教育委員会、ではここからは教育委員会にお聞きします。まあ、成果はあったかということで、まあ、9000回再生されて、2件の貸し出し申請が来たと。で、僕も久しぶりに、いの町ということで検索してみたんですよ。まあ、昨年の9月に僕が質問してね、町長は有効な宣伝手段であるということで答弁もされてたんで、さぞかしチャンネル登録者増えてるんだろうなと。34名。ちょっと驚きましたね。去年24名ぐらいやったのが、10名しか、1年3ヶ月経って10名しか増えてないと。で、それの原因は何か分かりますか？明白ですよ。質問をしてくれてるのに、あのコメントを書いてくれてるのに、コメントすら返してないと。だから教育委員会見てないでしょ、これ。コメント来ても、誰かのパソコンにコメントが来ました言うて、誰それがチャンネル登録しました言うて、誰が受けてるんですか。マジで驚いたんやけど、いの町いいですねってコメントくれてましたよ。見ましたか、誰か。あの YouTube のいいところはね、出しっぱなしじゃなくて、視聴者さんとのコミュニケーションなんですよ。そのコミュニケーションを取った視聴者さんが、またいの町を紹介してくれる、これの連鎖なんですよ。で、そのコミュニケーションを取ることによって、これね、アルゴリズムっていうらしいけど、いの町の動画がいろんな関連記事に出だすんですよ。そのためには動画100本以上いるんですよ。
まあ、何かの補助でやったと言ってましたけど、町長はでも答弁で言ってますよ、有効な宣伝手段って。でも1年3ヶ月経って10人のチャンネル登録者を獲得したに過ぎないし、やらないがマシぐらいの僕はもんだと思いますよ。でしかも、いの町で検索したら、いの町のそれは動画12本って言ったけど、動画12本が出てくるのが当たり前、検索かけたらね。それで検索かけて一番最初に出るのはいの町の動画じゃないですよ。1週間前に上げた僕の動画が一番上に上がりましたよ。僕、人為的にやってないですからね。いの町を紹介するよっていうことで、僕の番組の中で紹介したやつが一番に上がってて、俺びっくりしたんですけど。で、2番目はボリューム4だったですね。で、ボリューム10が出て、その次は3日前に上げられた茶がまらんさんっていう方が、高知の YouTuber さんなんですけど、その方が、上げて3日目でもう9000再生ぐらいいってたと思うんですけど、多分その方がもうすぐ1位になると思うんです。だから表示っていうのは定義じゃなくて、こう常に変わっていってるわけね。だから日々の更新が必要だし、で多分その業者にやらしたんであれば知らないだろうけど、タグも埋め込んでるんですか。いの町って検索したときに、いの町が出るように、いの町観光とか、仁淀川とかね、菊池学園っていうタグを埋め込まないと、その、まあ僕はいの町単独で検索かけたけど、通常はいの町観光とかね、いの町仁淀川とか、いの町神とかいう複合で、検索かけて、それに対してヒットするかしないかなんですよ。それがアルゴリズムらしいけど。で、それとタイトル、 YouTube はタイトルの特に最初の10文字を重要視して、検索にかけるらしいんですけども、だから教育委員会に聞いてもいいんですか。いいかな。まあ、お金もかかってないけど、成果もあんまり上がってないということなんで、まあ、今後どうされますか。2回目の質問をします。本日の会議時間は議事の都合によってあらかじめ延長します。藤岡教育長。2番、久竹啓司議員からご質問のございました次第の4、町の YouTube 動画について、関連して教育委員会の方にご、質問というか体制についてお尋ねがございました。まずチャンネル登録数の件で昨年から比べて10名の増加と、これに関しては何よりもコメントの、まあ、つながり、それからコミュニケーションの、連鎖の関係で、そのいった登録者数が増えるのではないかといったことのご指摘がございました。これはご指摘のとおり、委員会としての体制は、そこまでは進めた職員体制は整えておりません。これについては今後の課題と捉えまして、関係する総合政策課の職員さんとともに、検討してまいりたいというふうに思っています。それからいくつか議員からは専門的な用語が出てまいりましたけれども、要するにこの PR 像画につい映像につきましては、町の菊池学園事業の全国的な発信を目的にして、作成したものでございまして、全国の講演に行かれる際に菊池先生には、その映像も、ところどころ場所場所において、視聴していただくように努めていただいているところでございまして、その費用対効果につきましては、なかなか可視化できる数字でご説明するのができないというのが現状でございますが、いずれにいたしましても、この制作した映像をフルに活用できるような、メディア環境とか、それから YouTube の中での活用、今後も前向きに積極的に取り入れるように検討してまいりたいと思っております。以上です。池田町長。
2番、久竹議員の2回目のご質問にお答えいたします。昨年の9月、私、議会の答弁で久竹議員おっしゃられましたとおり、答弁させていただきました。それから、いろいろ検討はしました。昨年度中に、音楽を使って動画、YouTube を作りたいと思いまして、音楽をしている、町内の方にもお願いをした経過がございます。で、それを町内各地に広めていけたらということで、それも昨年度中に模索した経過がございました。ところが、音楽を使うということになると、非常に著作権の問題が引っかかってまいりまして、で、そのところの調整がこう難しかったという経過があり、で、本年度になり、総合政策課にその情報のに対するプロジェクトチームの中で、PR をするにはどうしたらいいかということで、現在、先ほど課長が申しましたように、まずインスタグラムというところから発信をしていっているところでございます。あの時点で本当にこれは有効なものだと思っていたんですけれども、なかなか行政がそこをやるとなると、いろんな規制があるものだということを感じまして、その、著作権の問題で、一旦そこを先へ進めなかったという経過がございました。で、今後におきましては、総合政策も YouTube のその有効な活用の仕方ということは、検討していきたいというところでございます。以上でございます。2番、磯崎圭司君。まあ、あのインスタグラムもいいですよ、フェイスブックもいいですよ、ツイッターもいいですよ。あの著作権があることぐらい当たり前のことですから、あの音楽でも猪野で作曲した音楽であれば、当然その方に著作権払うということであれば何も問題ないことだろうし、あのなんか認識がね、よくわからない。あの総合政策課は誰かと、あのこれ質問しコメントとか書いてくれたら誰か今後書くんですか。3回目の質問しますけど、著作権フリーの音楽は YouTube が提供しています。これはどこが使おうが無料です。誰が使おうが無料です。あの一日中検索しても終わらないぐらい動画音楽はあります。はい。で、まあ、カラオケの音楽とかね、こういうのを使うと著作権の異議を申し立ててくるんですよ。で、その例えば1分30秒から3分30秒までの間は誰それから著作権の申し出が出ましたと。で、フリーでやってた場合は問題ないんです。ところが、収益がね、広告をつけた場合の収益に関してその著作権の方と分配すれば何も問題ないことですと僕は認識しているんですが、だからね、あの次から次へ始めるのもええんですよ。ところがね、全部が連動してるの。インスタグラムと YouTube、 インスタグラムと Twitter、 Facebook と Twitter、 それぞれを有効活用していって、だからあの作りっぱなしでやるんであったらかえってマイナスになるの。命を何しゆうのと。俺は面白いで最初は担当置いてやるのかもわからない。だから僕は去年の9月に町長に対して提案したのはね、地域応援隊か、地域応援隊、これ2年間あるわけだから、その間に猪野町の動画をどっさりどっさり作ってもらって、だから最初も言ったみたいに100本以上の動画がないとね、チャンネル登録数は増えないんですよ。今はあのチャンネル登録者1000人、総再生時間が4000時間を超えないと、ユーチューバーとして広告収入は入らない、1円も入らない。だから、その2年間の間に、その基礎を作っていただいて、猪野のファンを増やしてもらう、ふるさと納税の宣伝してもらう、猪野はこんなやつやってますと。だから一軒一軒ね、回って、それを動画にすれば、1日分の動画、何十本もできるでしょう。
だからそういうふうなことをすれば、祈りにメリットありますよということで、町長は有効な宣伝手段で検討したのが音楽の動画を作るって、なんか妙にピントがちょっと僕には分からなかったんだけども、と思います。まあ、せめてですね、コメントが来た方にはコメントを返すような、これはインスタでもそうですよ。で、さらに言うとね、高知県なんかは、茶釜蘭さんもみんな、チャンネル登録してますよ。高知県の YouTube の、チャンネルを登録してくれた高知県 YouTuber も、県外 YouTuber も、みんな登録して、おすすめのチャンネルに出ますよ。そういうことで、関連動画っていうことで、いの町の動画が表示されるわけだから、またチャンネル登録数が増えてくるっていうシステムになってるらしいんです。僕もまだ勉強中です。ぜひ頑張ってやってください。以上で終わります。池田町長。2番、久武議員から3回目のご質問をいただきました。本当にその私のイメージの中であったものと実際とが、ちゃんと噛み合っていなかったというところはございますし、確かにそのフリーな音楽というのもあることも認識しておりましたが、何か命を独自のという音楽と思い、ところがそれを出すとなると非常に審査が厳しかったというところがございました。しかし本日、議員からのご質問の中にありましたように、さまざまな方法があるということで、今後につきましてはやはり有効な手段として活用するにあたっては、せっかくそこに、コメントしていただいた方を無駄にすることなく、また、次から次へと更新していくということも考えていかなければならないと考えております。またそういったことに対しまして、さまざまご相談、またご提言等をさせていただけたらと思っているところでございます。より良い町の PR となる手段を今後も模索していきたいと思っております。以上でございます。以上で2番、久武啓司君の一般質問を終わります。次に